教皇様、本日は貴重なお時間を割いていただきありがとうございました。心の中にあったもやがすべて晴れました。ええ、お役に立てて何よりだわ。なぜ行幸様がリーユエコーで最も成功した商人になれたのかを今ようやく理解できました。頭脳明晰で知識が豊富、その上情報通でもある。どれも長い時間をかけて培っていかなければならないものです。長いこと話を聞いているだけで少し退屈だったんじゃない？商売に興味を持つようになったかしら。あら、私の競争相手になりたいようね。あなたが相手になるなら私も注意しないと。そうだ、こうしましょう。あなたが成長するまで私があなたに投資するわ。それでは私はこれで失礼します。今回の昼食会は私にとって非常に有意義な時間でした。何か新しいことに挑戦してみたくなり、うずうずしています。ええ、さようなら。近いうちにあなたから良い知らせを聞けることを願っているわ。昼食会はこれで終了ね。次の予定が入っているとは思うけど、やはり競売の方が少し心配だわ。3人ともうまくやっているかしら。そうね、万が一のことがあっても彼女たちの能力なら問題なく対処できるはずだわ。さて、次の予定は何かしら。ああ、その件ね。確かにしばらく会っていなかったわ。ではまず明星祭に行きましょう。情報提供者と会う前に用意しておくものがあるの。失礼、依頼していた修理品はもうできているかしら。これは行幸様、あれのことですね。今お持ちいたします。ええ、焦らなくていいから気をつけてね。そうとも言えるけど少し違うわね。あなたのイメージでは明星祭が扱う品の大半は多種多様な高級品って感じかしら。ここの職人たちはとても優秀でね。何かを作ってもらうとき、私はいつも彼らに連絡することにしているの。今回の修理品は価値という観点から言えばごく平凡なものよ。けど修理代がその価値を上回っているの。行幸様、修理していた櫛はこちらになります。ご確認ください。元の状態に戻そうと最善を尽くしましたが、破損状況がひどくどうしても修理の跡が残ってしまいました。ええ、大丈夫よ。ご苦労様。でも私の情報提供者にとっては違うわ。これは母親との思い出が詰まった大切な品なの。彼らはいつも私に重要な情報を与えてくれる。だから何かを頼まれた時、私はそれに全力で応えなければならないと思っているの。私たちにとって利益よりもお互いの信頼関係の方が大切だから。そう考えるのも当然ね。確かにほとんどの場合においてモラだけで問題は解決できる。けどこの情報提供者たちは少し特殊なの。そういった人たちにとってモラは万能なものではなくなる。だからこそ彼らと会うのが楽しみでもあるわ。セイキ、修理してくれて感謝するわ。とても助かった。いえいえ、行幸様のお役に立つことができて光栄です。さて行きましょう、その情報提供者のもとへ。行幸お姉さん、
行幸お姉さん、こんにちは。ええ、こんにちは。久しぶりね。そうよ、この子たちは私の頼りになる助っ人であり、かけがえのない友人なの。最初は情報収集をお願いするつもりなんてなかったわ。けれど彼らがあまりにも積極的だったから、遊んであげる感覚で一度お願いしてみたの。するとこの子たちは仕事を完璧にこなすだけでなく、それを楽しんでさえいた。彼らにとっても私にとってもとても有益なことだったの。みんな最近はどんな風に過ごしていたのかしら。毎日楽しいことばっかりだよ。パパとママがいろんなところに連れてってくれるんだ。でも宿題は全然やってないよね。それは仕方ないというか。それじゃあダメだよ。リーユエコーには新しい時代がやってくるって先生が言ってたでしょ。それにその新しい時代にとって私たちは最も重要だって言ってた。これもあの戦いが深く関係していることね。何しろこの劇的な変化は千年の歴史においても前例がないものよ。人の時代となった今、誰もがこの好機をつかみたいと思っているわ。ナンナはどう？なんだか少し不機嫌みたいね。ずっとだんまりしているけれど。私は、その、何を話したらいいのかわからなくて。そうだ、行幸お姉さん。おととい、大きな船が何隻も港に入ってきたよ。そうそう、商人たちが船の下に集まって、あれこれ騒いでた。それと、船に乗ってる人たちが箱を一つずつ下ろしてた。なんだか塩辛くて、生臭い匂いがしたよ。そう、わかったわ。遠洋漁船が戻ってきたのね。積載量はどうだったかしら。どうやって見るかは教えたわよね。あ、うん、覚えてるよ。喫水線だっけ。船と水面が接しているところに書かれてる線を見るんだよね。あの船の沈み具合からして多分荷を限界まで積んでたと思う。なるほど、収穫は上々だったみたいね。船が重ければ重いほど船体は沈むでしょ。水にどれくらい沈んでいるかを見れば船が積んでいる荷の量を推測することができるの。もちろんどのくらいの深さまで沈んだら満載なのかは船によって異なってくるわ。でも一般的な船であれば経験を積むことで判断することが可能よ。この前お姉さんに教えてもらったんだけど、今はパッと一目見ただけでわかるようになったんだ。数日前、フォンテーヌの大商人が発酵水を近々買い取りに来るって話をこの辺りでよく聞いたよ。そうなったらまた値段が上がるって言ってた。なるほど、本当かしら。誰が言ってたか覚えているかしら。覚えてない。じゃあその人が言ったことを他にも何か覚えてる？それも覚えてない。ごめんなさい。おい、大丈夫か？いつもは一番よく喋るのに今日はどうしたんだよ。大丈夫よ、そんな顔しないで。そうだ、あなたに喜んでもらえるものを用意したの。あ、私の櫛。行幸お姉さん、覚えててくれたの？もちろんよ。約束したことは必ず守るわ。ありがとう、行幸お姉さん。とっても嬉しい。大したことじゃないわ。そう気にしなくて大丈夫よ。でもあの人たちが言ってたんだ。行幸お姉さんはすごく忙しいから、そんなただの櫛なんか覚えてないって。あの人？
大丈夫よ。何か話していないことがあるのなら教えてくれないかしら。うん、行幸お姉さんならきっと責めたりしないよ。ごめんなさい、実はさっき嘘をついたの。発光髄の話はたまたま聞いたわけじゃなくて、二人の大人にそう言えって言われたの。行幸お姉さんに嘘はつけないって言ったら、櫛のことはもう忘れてるって言われて、私その言葉を信じちゃって、あの人たち新しい櫛まで買ってくれたの。私ごめんなさい、すぐ櫛を返しに行くから。どんなにいい櫛でも行幸お姉さんが直してくれたこの櫛にはかなわないもん。この櫛はあなたのお母様がリーユエコーを離れる前にくれた大切な誕生日の贈り物なのよね。あなたにとってどれほど大切なものか私も知っているわ。うん、そうだよ。これからはもっと気をつけるね。ママが帰ってきた時櫛が折れてたらきっと悲しむだろうから。それにしても面白くなってきたわね。じゃあこうしましょう。この櫛は私が返すから、彼らが今どこにいるのか教えてくれないかしら。その人たちなら不当にいるはずだよ。終わったらそこへ行って報告するよう言われたから。わかったわ。すぐに戻ってくるから、ここでじっとしているのよ。行幸お姉さんは悪い奴をお仕置きしに行くの？興味本位で見に来ちゃダメよ。決してついてこないようにね。私はただその二人の大人にお説教をしてくるだけ。やっていいこととやってはいけないことの道理をね。バレたりしないだろうか。正直これも卑劣なやり方だと思うが。はあ、そんなのは分かってる。だがもう仕方がないんだ。今は何も考えるな。ナンナンは行幸が信頼している情報提供者の一人だ。聞けば行幸はあの子に対してとても優しく接してるらしい。あの子の言葉なら多少理屈が通ってなくても疑われることはない。私とあの子たちのことを甘く見ないでもらえるかしら。行幸様、あの櫛がナンナンにとってどれほど大切なものかあなたは知っているのよね。それなのにナンナンの気持ちを利用した、子供に誤ったことを教え、その無垢な心を揺さぶるなんて行為、恥ずかしいと思わないの？俺は、なんてことを。申し訳ございません、行幸様。そのような行為は許されることではありませんでした。商売とはもともと騙し合いでもあるわ。もし本当に情報を利用して私を出し抜こうとしていたのなら、たとえ損をしていても私は何も言わないけれど、モラは全てを凌駕する存在というわけではないわ。モラを儲けるために子供を利用するなんてどれほどの悪影響を及ぼすのか分かっているのかしら。その実は俺たちもやむを得なかったんです。俺たち二人は長年商売をしてきたのですが、なかなか軌道に乗ることができませんでした。今回発光髄の話を耳にし、全財産を投じてかけてみることにしたんです。そして俺たちは発光髄を大量に仕入れました。その値段がどんどん上がっていくのを見て、今度こそ大儲けできると思ったんです。でもフォンテーヌの商人はなかなか現れず、さらにはこの投資は詐欺なんじゃないかと疑う人さえ増えていく始末。私たちと同じように商品を仕入れ売ろうとした者はみんな手を引いていきました。ですが私たちはさばききれない量の在庫を抱えてしまい。はい、行幸様が手を出せば必ず他の商人たちもそれに倣い、価格も自然と上がると。商品が売れなければ俺たちは確実に大損をします。
しかもこのために借りたモーラも返せず、首も回らなくなる。もうどうしようもないんです。正直、借金をしてまで投資をするなんて同情するに値しないわ。でも誰もが理性を完璧に保ったまま判断を下せるわけじゃないわ。物欲や富の追求、現実への焦りなど、人を惑わせるものがあまたある。投資がいかに深刻な状況をもたらすのか、これで分かったかしら？もちろんです。この件のせいでもう何日も眠れていないほどですから。人に頼んで買ってもらおうともしましたが、バカにされた挙句笑われました。私たちは間違ったんです。完全に失敗しました。これまで一生懸命働いてきましたが、その積み重ねも全て無駄になってしまった。今はただ過ちを認め、やり直す機会が欲しいだけです。そうなら、こうしましょう。私がそれらの発行髄を買い取るわ。その代わり、あなたたちには私とある契約を結んでもらう。今回あなたたちの発行髄を購入するにあたり、過去の市場の平均価格と比較して上回っている分を今後何らかの商売で返してもらうわ。しかしそれでは利益が全く。なら、あなたを満足させてくれる買い手を探すことね。こんな状況でもまだ儲けを得ようと考えていたら、誰も助けてくれないわよ。行幸様のおっしゃる通りです。今はこれをモラに変えて、返済については後で考えればいい。儲けのことを考えてる場合じゃない。ああ、そうだな。私には必要のないものだけど、ちょっと調べて適切に運用すれば必ず需要が巡ってくるわ。じゃあすぐにでも取引をしましょう。そう焦らないで。取引はあくまでもおまけ。過ちを認めることこそが今回最も重要なことよ。あなたたちは子供を騙した。あの子たちにきちんと謝罪なさい。今すぐに。これはあなたたちの誠意を示し、過ちを改める機会でもあるわ。わかりました。では先ほどの場所に戻って、あの子たちを探しましょう。お待たせ。すべて解決したわ。おじさんたち、この間の。ごめんな、ナンナン。この前、行幸様が櫛を直してくれないって言ったのは嘘なんだ。俺たちは間違ったことをしていた。それに気づいて、今は深く反省もしている。おじさんをどうか許してくれないか。行幸お姉さんはどう思う？これはあなた自身が決めるのよ。じゃあ、問題も解決したし、悪いことも起こらなかった。許してあげてもいいと思う。けどこのままチャラにするのもダメだよな。他の人から甘く見られちゃいそうだし。そうね。私も他の人がまたあなたたちを狙うようなことにはなってほしくないわ。決めた。ああ。この二人のおじさんには遊びに付き合ってもらおう。やったー、鬼が決まったな。いいね、早く北ふ頭でかくれんぼしようよ。ちょっと待て。いや、待たない。行こう。元気いっぱいね。ええ、確かにあの二人に子供を預けるのは私も少し心配だわ。あなたの考えを当ててみましょうか。子供を情報提供者にしている私と、子供を利用したあの二人の商人、両者の行動に何の違いもないと思っているんでしょ？
初めてあの子たちと会った時、今とは全く違っていたわ。私を見るなり逃げ出して、震えて声も出なかったの。けれどあの子たちは後になって、私がただ友人になりたいだけだということを理解したわ。私も年上の友人が担うべき役割を果たすことに最善を尽くしたの。あの子たちと遊ぶだけでなく、知識や観察力、分析力、考え方なども教えた。ただ商売については今まで一度も話さなかったけどね。今勉強面でも生活面でも彼らは同年代の子よりはるかに成熟しているわ。その結果、自信にもつながっているようね。これはあの子たちにとっても有益なことだと思っているね。ある意味そうとも言えるかもしれないわね。私は子供の頃、あまりいい教育を受ける機会がなかったの。だから自分が得た経験を教育という形で伝えていきたいと思っているのよ。将来この世界には等価交換だけでなく欺き合いもあるのだとあの子たちは知るかもしれない。でもそれでも構わないわ。その時にはあの子たちはきっと卓越した商人になっているから。それまでは私があの子たちを守る。私はいずれ老い、七星も次の世代に引き継がれていく。だけどリーユエコーは変わることなく繁栄し続けていくわ。行幸という名は私という人間を表すのでなく、一種の象徴として生き続けることを願っているの。そうやって代々伝承されていけば、私の考えや行動も時代の流れという制約を超えていくことができる。行幸お姉さん、早く早く、じゃないと置いてっちゃうよ。ええ、今行くわ。さあ行きましょう。この素晴らしい光景が過ぎ去ってしまう前に。